キッズ TV。 母さん、どうしたの？クリスマスの飾り付けしよう。え、まだ11月だよ。やりたいやりたいやりたい。でも飾り付けるものもないし。じゃあこれに描こう。絵を描くの？まず僕のお家を描くでしょ。これに色を塗って、じゃーん、ツリーとかプレゼントとかを描いてこれに貼ろう。なんで？まず何描く？クリスマスといえばツリーでしょ。じゃあツリー描こう。まず星。いざ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 、何が入ってるんだろう。いっぱい欲しい。プレゼントを靴下に入れるんでしょ。僕知ってるよ。あとリースもいるよね。あ、ツリーの飾り付け、オートをかけ、雪だるまも買いちゃえ。するじゃねえか。俺様が塗ってやるよ。手伝ってくれるの？ありがとう。ふんふんふん。あー、ツリーは普通緑でしょ。うるせえ。させるか。負けねえ。次はこっちだ。ストップ。やったもん勝ちだぜ。負けない。負けなさーさん。いいリースになっただろ。こっちには雪だるまがあるじゃねえか。どうせ黒でしょ。黒で塗るんでしょ。黒じゃねえよ。イエイ。あ、間違っちゃった。まあいいや、雪だるま完成。くもりなんで赤で塗っちゃうの。バケツとかを間違えちゃった。もうまったく。こっちなら自由に塗っていいよ。やったー。一番でかいのいただき。あー、ずるい。やったもん勝ちって言っただろ。じゃあ僕この2番目に大きいの。あ、ピンクかよ。リボンは黄色。俺様はもっとノックに行くぜ。まさに。リボンは黒だ。ノック。もうちょっとゲスさん大切にしないと。つまんねえな。こっちの靴下も塗るぞ。あれ、誰かプレゼントに夢中な間に僕が塗っといたよ。なんだって。まだこっちもあるからどんどん塗ろう。このボールは俺に任せろ。それ。リボンは僕。じゃあ僕はキャンディー系。赤と白ばっかじゃねえか。ベルは俺様が独創的に塗ってやるぜ。ベルだ。色を。チョキ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 。よし、切れたぞ。なるほど。これはここ、これはここ、これはここだ。おりゃおりゃおりゃ。ツリーも飾りつけて完成だな。次、僕たちのクリスマスバージョン描こうよ。なぜ？どんなのがいいかな。思いついたぜ。誰描くの？俺様だ。ノイズ？これノイズ？体を描いて。かわいい。色は赤だな。枝も塗ってできたぜ。次僕描くよ。クリスマスだからサンタさんにしよっと。服も着せて。おりゃー、まっさくさま。じゃーん。僕が思いついた。サンタさんと来たらこんな感じでしょ。本物のクリスマス楽しみだな。今日はノイズに預けてたベルちゃん迎えに来たよ。誰に話してるの？ノイズ。お、やっと来たか。ほらよ。ほら、サンタさん。カバンの中もそのままじゃん。お世話してくれてないの？めんどくさいからしてね。お願いしたじゃん。お前らが俺に預けるのが悪い。ベルちゃん連れてさっさと帰れ。じゃあな。どうしよう。このままじゃ頭ボサボサだよ。綺麗にならないよ。誰か助けて。どうしたの？ベルちゃんがボサボサになっちゃった。あなたたちついてるの？今の私は美容師よ。何これ。これを開けると美容室になるのよ。すごい。これでベルちゃん綺麗にしてあげて。任せて。足を通してまず汚れちゃいけないもんね。まず髪を溶かしましょうね。どれだけほったらかししてたわけ？ノイズに預かってもらってたんだけど全然お世話してくれなかった。今度は私が預かってあげるわ。
ってもらうのって気持ちいいよね。探しましょう。お手前来ないかな。よし、これが落ちたわね。次は髪の毛切ります。髪が伸びきったままじゃかわいそうよね。こっちもこれくらいかしら。え、これで切ったの？もうちょっと？こんな感じ。これでどう？どう変わったの？中は結構ついたわね。髪は軽くなったはずよ。まあ、見た目はあんまり変わらないけど。今度は前髪ね。こっち。前髪は黒くない？もうちょっと切ろうかしら。あとは乾かしてみてからね。もうすぐ完璧なメルちゃんになるわよ。こっち。綺麗に乾いたわね。髪を整えて、やっぱりもうちょっと切ろうかしら。出来上がり。我ながら完璧ね。めちゃくちゃ髪が綺麗になった。ありがとう。これもあるのよ。いちごのヘアゴムだ。せっかくだし結んであげるわ。私の尻尾とお揃いにしましょう。もういいかしら。出しておかないと頑張っちゃうわね。密集させて。やっぱり似合うわね。よいしょ、よいしょ。メルちゃん、イチゴが似合うな。ケープを取って、出来上がり。わーい、ありがとう。こうなると服装が気になるわね。それならここにいいのがあるよ。それ、服が入ってたのね。着替えさせてあげよう。こっちおいで。それ最後にカバンをつけてあげれば。とっても可愛いじゃない。最高だね。おい、人の家の前で何してんだって。お前らまたいたのか。なんか増えてるし。失礼ね。あなたがお世話しなかったから、私が代わりにメルちゃんをきれいにしてあげたのよ。そういえばさっきまでとは違うな。そうでしょ。お世話したらこんなにきれいに可愛いんだよ。あれ、おい、これ以上なんかするのか。なんでメルちゃんがまた椅子に座ってるの。ガマナミで僕が痛くなっちゃった。くもり待って。これ邪魔だな。やっぱり帰るなら劇的に帰らないと。ミキティキビフォーアフター。全然変わらないじゃん。そりゃおもちゃだもの。さっき切れるみたいに言ってたじゃん。雰囲気作りよ。へー、まあいいや、十分楽しいし。髪じゃなくてもっといろんな服も着せてあげよう。僕取ってくるよ。私も行くわ。お前は行かないのか。え、待って。カッカッカ。つもり。これで遊ぼう。どれどれ。これ。プクニン。僕たちは6歳だから。いいえ。クッキンママキャー。なにこれ。クッキングママっていうアプリ。どうやってるの。その通り。ゲームスタート。はじめまして、クッキングママです。こんにちは、パパです。一緒に料理を作ろうだって。作った料理はあげることもできるってさ。食べるのが大好きって僕と一緒だ。ワクワクドキドキ。レッツクッキング。いっぱい押すところがある。矢印が出てる。お料理しよう。
り直しておくからね。失敗しちゃった。頑張れ頑張れ、もう一回やろう。下げる、裏返して終わりだ。おりゃー
をあげるぞ。もう一回ひっくり返して、よく火を通して、ちょっと火を弱くする。最後もう一回ひっくり返せば完成。びっくり、ママより上手かも。結果発表、あいつらまたなんかやってやがったな。これか？お、なんだこれ。レストラン？ハッピーレストランってなんだ？まあ、オープンするか。お、人だ。椅子押すのか？次これか？なんかいっぱい来たぞ。ハンバーグしかねえのか？食べ終わったやつはハートが出るのか。座った時に何かくれるやつもいるな。慣れてきたぜ。お、なんだ？ストック？え、営業できねえじゃねえか。マジ何してるの？逃げろ。待てー。ごほ、ごほ、ごほ。ちょっとノイズ大丈夫？うるせえ。辛い時くらい好きなもん食わせろ。早く箱に詰めろ。お大事にね。ハクション。ちょっと、すまん。すまんじゃないよ。じゃあな。リカちゃん大丈夫？健康診断が近いから、その時に一緒に見てもらおっか。健康診断だ。リカちゃん準備はいい？こんな端にいないでこっちに来なさいよ。先生よろしくお願いします。上からに元気そうね。この日のためにバッチリ調整してきたからね。毎日ちゃんと調整してちょうだいね。じゃあまず口の中から見るわ。はい、あー、先生どう？特に異常はないわね。次はお熱を測るわね。平熱ね。次は血圧を測りましょう。ドキ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 。血圧も正常ね。よかった。次は採血よ。じゃじゃ、嫌だ。嫌でもするの。リカちゃん耐えて。よく頑張ったわね。終わり？これで最後よ。横になって、準備して。診断結果は元気もりもり健康です。よかった。念のために注射しておきましょうか。なんで？今インフルエンザが流行ってるからよ。打っておいて損はないと思うけど。注射はもう終わったと思ったのに。ほらほら、怖がらないで。今度こそ終わりよ。疲れてるのはリカちゃんなのよ。このまま健康な状態を保ってね。任せて。もう今日は帰って大丈夫よ。ありがとうございました。次の方どうぞ。先生、どうしたの？リカちゃんがすっごく辛そう。本当ね。早く検査しましょう。まず熱を測るわよ。38度。次口の中見せてね。喉が腫れてるわね。血圧の採血もとりあえずいいわ。聴診器で見てみましょう。リカちゃん大丈夫なの？どうかしら。診断結果はインフルエンザですね。インフルエンザ？今流行ってるからね。そんな、絶対ノイズのせいだ。ノイズ？この前体調悪そうなノイズが来て、帰り際にリカちゃんの前でくしゃみして帰っていった。間違いないわね。ノイズには外出しないでってあれほど言ったのに。帰りはこれをつけて帰ってね。はーい。あとこれがインフルエンザの薬ね。うげー。ないのはリカちゃんだからね。そうだね。あなたも気をつけなさいよ。お大事に。次の方。先生こんにちは。こんにちは。調子はどう？リカちゃんはすっかり元気だよ。あなたも？僕も元気。よかったわ。じゃあリカちゃんを見ましょうか。お熱を測りましょうね。ないでしょ？そうね、平熱だわ。よかった。次は喉を見るわよ。
あけて、あーって言ってちょうだい。あー、問題ないわ。よかった。じゃあここに寝てくれる？ドキ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 。診断結果は大丈夫、元気いっぱいです。治ってるわ。よかった。ノイズにきつく言っておいたけど、あなたたちも帰ったら手洗いとうがい忘れないでね。はい、ありがとうございました。あ、ちょっと待って。え、この前健康診断でできなかったこと聞かせておきましょう。もしかして血圧と採血注射だ。まず血圧からよ。ここに腕を通して。またなんか病気だったりしたらどうしよう。平常値よ、安心して。よかった。さて次はお待ちかねの採血よ。やだ、すぐ終わるわよ。痛くないよ、大丈夫だよ。リカちゃん、少しチクッとするわよ。痛くない、痛くない。はい、終わったわ。よく頑張ったね、リカちゃん。その通りね、よく頑張ったわ。もう終わり？ええ、本当に本当におしまい。やったー。気をつけてね。やっとお店が再開できる。出来たてのドーナツを並べて開店だ。サンさん、クモリン、もう大丈夫なの？おかげさまで。やったー、これでドーナツ食べ。ふんふん。こっち？違うよ、僕が友達の体調より食欲を優先するわけ。好きなの取っていいよ。やったー、これでしょ。これも、これも食べたい。これも食べよ。これも捨てがたい。これも僕を呼んでる。これで。どんだけ食べるの？これ全部。お腹壊すよ。大丈夫だって。はい、あんまり一気に食べちゃダメだよ。ありがとう。ドーナツ、ドーナツを美味しいな。いただきます。もぐ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 。食べ過ぎた。お腹が痛いぞ。クマ先生、先生お腹が痛いよ。どうしたのよ。ここに寝て、ちょっと見てみるわね。ドキ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 。診断結果は食べ過ぎです。食べ過ぎかーい。処置は一つだけよ。なになに？トイレに行ってください。はい。はぁー、すっきりした。あいつらに何したら面白いんだろうな。はっ、これは名案だぜ。ガッガッガ。風船エロピアボール、これで俺様特製爆弾を作ってやる。まずは風船を膨らます。ふん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 。空気が抜けないようにねってペットボトルにつける。中に入れるぞ。おお、どんどん入るぞ。よし、空気抜いて振って、俺様特製スクイーズ爆弾完成だ。待ってろよ。今日はこれで遊ぼう。痛いか、ぶつけてやろう。ナイス、こっちおいでよ。どうしたの？いや、なんでもねえ。ナイスは恥ずかしがり屋だな。僕たちと遊びたかったんでしょ？いや、よくわかったな。なんだ、早く言ってよ。じゃあ、ナイスが僕たちに料理作って。おお、任せろ。やったー。クモリン、どこ行くの？ただいま。こんなん簡単だぜ。これか。僕、アンパンマン、お料理上手上手。まだ何にもしてないだろ。手を洗わねえとな。きれいに洗おう、ピッカピカ。こんなもんでいいだろ。次は魚だ。おお、これをまな板の上で切る。もう一回洗っとくぞ。回ってるな。うるせえ。フライパン用意しねえとな。火をつける。魚をこん中に入れるだろ。焼いて皿に盛る。完成だ。ほらよ。もう一回やろう。
あいつらが料理に夢中になってる間にこのスクイーズ爆弾を、あら何してるの。あ、いや何も。今何か持ってなかった。まあ、まさか。今あいつらと料理ごっこしてたんだ。お前も一緒にやるか。楽しそう。私も仲間に入れて。バレるかと思った。もうちょっと後にするか。ナイスできたよ。おお、いただきます。って、あら、めちゃくちゃ塩辛いぞ。今日入れすぎちゃったかな。病気になるわ。次は私に作らせて。やったー、楽しみ。私は卵を使ってみようかしら。火をつけて目玉焼きを焼くわ。塩をいい感じに振りかけて。どのくらい焼けばいいのかしら。上手に焼けたよ。できたわ。どうぞ食べて。いただきます。ようやくこれの出番だ。くらえ、俺様特製スクイーズ爆弾。ルボリー、これ何かしら。中に何か入ってるね。出してみましょう。おい、ちょっと待て。せっかく作ったのに。あ、うわー、うわー、だ、ドイツ。うわー、ドイツ。あ、分かってきた。これ何。たぶんドイツが持ってきた。多分これを隠してたのね。もうはなんか正直だと思った。と、取れない。なんで俺様がこんなことに。助けてくれ。お寿司屋さんか。スイッチオン。すいません、僕アンパンマンです。喋った。回転くるくる回るよ。回ってる。光ってる。ここはなんで回ってるの。ここはこれを入れるのよ。カプセル。ここにカプセルをセットして。おお、カプセルが回りだした。これはちょっと置いといて、この中に入れるとガチャが落ちてくるのよ。リピーター続出間違いなしね。アンパンマンも動くね。2人とも何してるの。いらっしゃい。あー、お寿司だ。お茶どうぞ。これ奥の方どうやって通るの。ここを押すと回るよ。回るよ。わっ、本当だ。ひなの取って。最初はエビ。お皿も一緒に取って。あ、そっか。いただきます。このお皿ここに入れてみて。こう。何も起きないじゃん。あれ、タイミングが悪かったら落ちないの。落ちたら当たりってことか。欲しい。5種類ゲート出るまで食べるぞ。あいつらなんかやってるな。ガチャガチャができるのか。いいこと思いついたぜ。えい、なんでなんで。次はマグロで挑戦だ。これを補充しといてやろっと。カッカッカ。プリン美味しかった。いっけー。さあ、おっしゃー。中身は。プリンちゃんだ。順調ね。あと3種類。お寿司握らないと。そろそろなくなるわね。まず、エビから。エビお待ち。あとは、卵。卵お待ち。次はカッパ。カッパ焼きお待ち。最後は、マグロ。マグロお待ち。さあ、どんどんどうぞ。エビ。ガチャを出してやるぜ。ドイツが優しい。ありがとう。俺様はまた後で食べに来るぜ。どれにしようかな。卵。あー、おへー。うーん、きたー。マリンマンだ。よかったね、クモリン。うん、満足した。ありがとう。お会計。ありがとうございました。ありがとうございました。あれからずいぶん経つけど、お客さん来ないね。まだやってんのか。いらっしゃい。お茶どうぞ。何にする。なんでもないぜ。ならここを押して。こうか。卵お願いします。はいよ。くるくる回るよ。卵いっちょー。おい、来たぞ。いただき。パク。食べ終わったお皿はここに入れてね。ガチャができるのか。1回で出たわね。なんだ。全部ノイズがくれたやつだよ。やっぱりいらねえ。どうして。なんか変なもの入れたんでしょ。
ハズレ？もしかしてこれもこれも全部ハズレじゃない。くもりんの後に誰も来なくてよかったよ。お会計ありがとうございました。逃げるな。面白いと思ったらグッドボタンを押してね。ポチグッドボタン。僕たちとお友達になってくれる人はこのボタンを押してね。ポチベルを押すと新しい動画をお届けするよ。使ってほしいおもちゃがあったらコメントで教えてね。俺どんな遊びしたっけ。